こんにちは、ミクノです。本日は効率のいい卵の孵化の仕方をお伝えします。まずはカラフシティに来て、ここをまっすぐ行きます。ピョーンと飛び越えて行ってもらってあるお店に着きます。ここにあるハイダイクラブに着きます。で、そのお店で何を食べるかというと、サンラータンを食べてください。このサンラータンの効果は、卵パワーがレベル2がつくというものです。はい、その後またまっすぐ来た道を戻ってきてもらい、ここですね、ここでピクニックをしてもらいます。で、あとは卵を産んでもらうまで待ちの時間です。少々お待ちください。はい、それでは卵が生まれたので確認していきます。はい、このようにたくさん卵が手に入りました。その後はこの噴水の周りをぐるぐる回るだけで卵を孵化することができます。もしこの動画が参考になれば、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。